似てませんか？私本当に中学生ぐらいからずっとこのファービーのモノマネしかできない一本だけでやってきたんですよ。だから私はすごく磨いて磨いて今日出したんですけど、似てないと言われてすごく残念でした。皆さんファービーを知らない人がもしかしたら多いのかもしれないので、 YouTube で検索していただいて見てから投票しなすっていうのもありだと思うんですよね。私以外にもちょっとクオリティが低い林さんとか吉田もうちょっと磨いた方がいいと思うんですよ。私のファービーぐらいだと思うので投票し直してください。お願いします。